趣味でお使いですか。いい趣味に出会いましたな。趣味でニシンを使うといってもいろいろありますよね。確かにたくさん縫うのは俺の得意分野だな。僕は家庭用の実用縫いコンピューターミシンといいます。これから今店長の言った3つのポイントについて順にご説明しますね。ああ、こちらのお客さんがミシンを探した。仕事でミシン使うが職業用を買うまでもないケースについて説明して差し上げてくれ。